撮れてたなと思って。こちらです。ありがとうございます。さっきからねずっとお写真、そうカメラマンの方に紛れて、いやいやかっこいいなと思って。よろっちゃんと僕は実は同い年なんですよ。そうなんです。金八先生も同級生で、その後の高校も同級生だったっていう。そう実際の、なんだかんだもう45年ぐらいしかいますからね。はい、まあコンサートでもよくお話しするんですけど、ジュニア時代から一緒で、そう合宿所もずっと一緒だったんで、今回のツアーは楽屋も一緒だったから、楽屋もずっと一緒で、どんだけ仲いいんだ、できてるんじゃないかって話は。どういうまあコロナになる前からずっとマッチ君とはなんだかんだコンサートとかそういうの一緒にずっとやってきてたんで、あえて新鮮どうのこうのっていうよりは、すごく楽しくまた一緒に音を出すことができて、それをまた旅を回れたっていうのがあるので、僕的にはすごく楽しくずっと全国回ってきましたね。ちなみに40何年一緒にいて一回も喧嘩したことないんですよ。そうなんですか、もうこの野郎とかって一回も思ったことないんで、ちょっと不思議な関係というか、ただこのツアー始まったんでしょっちゅう一緒にいますけど、本当に1年連絡取らない時もあれば、毎日こうやって一緒にいる時もあるんで、そういう意味では距離感がいいのかもしれないですね。同級生であり、兄貴であり、時には弟であり、もう僕にはそうね、家族以外ではなくてはならない存在ですね。はい、リーサーじゃないですか。